韓国国は理の中心国家漢民族の試練はこの民族自体だけのものではなく摂理的なものであり神様はこの民族がこれを克服することを期待しておられます世界史の相対的遺産といえる東と西南と北の出会い精神と物質唯心論と唯物論の対立と混沌が集約され韓半島で渦巻くのもまるで新しい時代を体内 はらんだ母親の身動きのようなものです官民族の民族的国家的な困難は神の御心と節理を離れては解決することができず韓国単独としてではなく世界との関連性の中でのみ解決が可能だと思います官民族は今天の御心を悟り神様が世界の精神文化を指導する目的で送られた方に従って苦難を乗り越えなければなりません コークリは千年続く文化が発展した国でしたコークリを受け継いだ国がコーライでしたコークリの輝かしい文化を受け入れてコーライと名付けましたコーライの次の朝鮮は昔の朝鮮古朝鮮にちなんで朝鮮と名付けられました1945年解放と同時に共大国によって南と北が民主と共産に分かれたので分かれ南の名前は大韓民国 韓国でした誰がその名前を付けたのでしょうか真実が明らかにされるべき時です天がイスラエル民族を4000年も育ててきたように韓民族を一人娘を出現させるために育ててきたのですシックの皆さんおはようございます 昨日の夜突然公文が発表されました天正教会のイースチョル教会長が非常にすっきりとした美しい司会をしてくださっていますが先ほども美しい声で本文の御言葉を朗読してくださったハン・ジョーン,ンさん のお二人をチョンピョンと教会に人事にされましたので来週から礼拝はどうしたらいいのだろうかという思いに駆られますが先ほどイース・チョル牧師はご自分で司会の時にご挨拶されましたので拍手をお願いいたします。 今日は「選ばれし、遠い族、漢民族」というタイトルでシックの皆さんとと恩恵を分かち合いたいと思いた思ます私たちがよく耳にしてきた東異族え中国を中心として東、南、西、北と民族を分けて呼んだ呼び名がありました。 ですので、島遺族とは中国を中心にしてみたときに東側に暮らす民族という意味で島遺族と呼ばれています。誠のお父様は弓矢をたしなめる東方の国、韓半島と解釈されています。島遺族の「い」という字は。 大という字に弓という字をあてがっていますので弓をたしなめる東側の民族と解釈され韓半島に移動してきたことも遠遺族は数が少なかったのでいつも周辺国周辺民族 が連合して攻撃してきたときにはそれに備え備えていたため彼らの歴史が消されかけていたため遠い族の歴史というものは残っていないと言われました。族は 争いを避けて移動してきた民族であるとこのように説明されたことがあります歴史は常に新しい未来を夢見てその目的や方向に向かって堂々と流れていますしかし昨今の朝鮮半島は暗闇を越えて暗淡たるもの 憂鬱なものだと言われています北朝鮮の脅威の中、韓半島を取り巻く軍事的緊張が最高潮に達しているように感じます。私はここ数日、ソウルの上空を海音を放って飛び交うジェット機の騒音を聞きながら、 単なる訓練ではないなと思わされましたまた新型コロナのパンデミック以降物価上昇や雇用不足など経済的困難は非常に深刻化しています韓国の自営業者は商売はうまくいかないのに この不動産価格が上昇しているので店を閉めるしかないと言っています。2人で遊びに行けたらそれは祝福であるし自分がしなければ何も稼ぎにならないという言葉を残して。 現在個人自営業の生存率は2.8%に過ぎないと訴えています。店を開業し廃業するうー開業しても廃業に至るという状況に至っています。また医療改革をめぐる激しい葛藤も極に達していると思います。そして 気候環境の危機長くなった夏と冬しか季節を表現する言葉がないと気候学者が表現するくらい秋はもう来ないのではないかと思うほどの暑い夏を今年過ごしましたしかし2025年の夏は 2024年の夏が涼しかったというようになるだろう。また、非常に暑かったので、2024年の冬は一番厳しい寒さになるだろうと気象学者は予想しています。韓国だけではなく、世界に目を向けると、世界各地で、 えー、戦争が行って行われています。ロシアとウクライナ、ハマスとイスラエルなどの戦争、そして米中間の覇権争いで弱小局は影響を受けている状況にあります。今日の冒頭の見言葉で誠のお父様は。 世界史の総合的な遺産といえる東と西南と北の出会い精神と物質唯心論と唯物論の対立と混沌が集約された「関半島」で渦巻くのもまるで新時代をはらんだ母体の身もだえのようなものだと言われています。 韓民族の民族的国家的な困難は天の父母様の御心と説理を離れては決して解決できないし韓国単独ではなく世界に関連した中で解決が可能だと言われています韓民族は天の御胸を悟り天の父母様が世界の精神世界を指導する目的で送られた方に従って 限界を超えていかなければならないと言われています天から送られた一人娘誠のお母様はこの時代を平和世界に導いていく経典として誠の父母論天一性が白書漢民族先民大女子子を天命としてくださいましたそこでこの時間は三大経 についいいいてての内容を見ていきたいと思いますまず「真の父母論」については私たち牧会者と著者である2人の教授が直接講義をしながら学びました。「神学的基盤の上に摂理の真実」を6講座にわたって説明しています。「大書の創造主天の父母様には夢がありその夢は?」 完成した誠の父母が子どもたちと一つになって地上で地上天国を天井で天井天国を成し遂げ永遠に一緒に生活するという夢でした。その夢の実現のためにご自身に似た一人の男と一人の女を想像した出来事が人類歴史の始まりでした。 しかし天皇父母様は人間子孫の堕落によってその夢を実現することができず一人子一人娘をもう一度探し出す救援設備をされたのですイスラエル民族を先民として選び一人子イエス様を送られましたがユダヤ民族の無知と不信によりイエス様の家族マリアとヨセフが 環境権を築けなかったのでご自身の最大権能を発揮して霊的救援の道を開かれたのが十字架事件だったのですイエス様はまた来ると言われ来られたら子羊の婚姻をされると言い残されました精錬降臨によって始まったキリスト教2000年の歴史の本質は 一人子一人娘の誕生を待ち望むことでした天の父母様はとの父母様お二人を誕生させるために漢民族を先民として選び育ててこられたのです。今のこの時代は摂理の中心軸として立たれる一人娘とのお母様の視点から御言葉と摂理を見なければ天一国の摂理を天の視点から見て 悟ることができないという相乗の内容と六つの講義を私たちはすでに学びました二つ目は天一聖画白書です天一聖画についても先ほどのこの動画の中で完璧な 説明がなされていましたが14点の作品で構成され,構成されています天の父母様がこの地に送られた一人子太り娘が地上で真理を探し平和理想世界の復帰をなされた真琴の父母の歩みと真琴の父母様が天の父母様の夢天一国安着の道を左右にその それぞれ7点配備され天苑宮天一聖殿芸術文化を中心に文化財螺ンを用いた螺ンチームとともに東西東洋西洋の文化が込められた新たな技法で表現された歴史上依頼のない 力作と評価されるものになっていますこれらの作品を設立的に解釈したものが天一星が白書というものですこれは真のお母様が生きてこられた人生の典型を世界の人類に示し天を中心としてどのように生きていくべきかモデル的な生き方を提示してくれているものです。のお母様は 言葉では言い表せないような困難な状況の中でも天の父母様の長年の夢と願いを成就させるために千年を一日のように過ごされました。天の父母様が望まれた創造本然の実態地上天国へ向かう道を示しておられるのです。したがって天一聖殿入宮式後は個人家庭国家が どのように生きていったらいいのかというインスピレーションと教えを与えてくれる役割を果たすようになります人類がみなとのお母様のように生きていくなら人類が直面している全ての問題が克服され人類一家族の天一国の理想が実現されるという答えを見つけることができるでしょう え天一星画白書と合わせて真のお母様が心血を注いで来られた漢民族専民大女児史はひたすらその一日を目指して摂理の時間に合わせて生成を尽くし準備して来られた結果物だと言われていますその一日というのは天苑宮天一星殿入宮式のことです この日は天の主権天の民天の領土が念を下ろす聖なる時間として天を中心とした新しい伝統と文化がスタートする瞬間となることでしょう。誠のお母様は先週説教で伺ったように昨年5月 スラブ女子誌をご覧になるために新ヨーロッパを訪問されていますアルフォンス・ムーハという画家はスラブ民族が外部の侵略と迫害を受けながら続いてきた過程で政治や宗教問題をめぐって苦悩した民族の愛観を 十七年かけてキャンバスに完成させた二十点からなる巨大な作品を完成させています。この画家が亡くなってから長い間倉庫に保管されたままこの作品は世に出されずにいましたが、彼の娘によって発見され。 脚光を浴びるようになります二十点目の最後の作品であるスラブ参加はスラブ民族がついに自由を得た感激と希望が込められていてスラブを永遠にという力強いメッセージが込められたものです誠のお母様はスラブ女子誌からインスピレーションを受け 漢民族が先民として天の選択を受け一人娘の誕生を準備してきた歴史を13点の絵で表現するようにおっしゃられその名を「漢民族先民大女児史」と決めてくださいましたこの漢民族 千民大女子子には天の父母様が漢民族を選ばれた理由と漢民族の役割を役割が説明されています漢民族の機運をはじめ天の父母様に喋る信仰と経典愛人思想本育人間公を基盤とした先祖を敬う思想漢民族の建国神話と文化的基盤などが 記述を表現されていますまた一人娘誕生のためのキリスト教の基盤が盛り込まれ漢民族が天の父母様の御旨を実現させる先民としての使命や天の父母様の本質と誠の父母の理想と価値が明らかにされています。冒頭で申し上げたように誠なる漢民族の未来と平和幸せのための新しい道を模索 しなければならない時が今なのです官民族は古来から危機的な状況で天を仰ぎ天に知恵を求めてきました天孫の末裔として天とつながった神聖な運命を持って生きてきたので天の父母様が新しい道を開いてくださることを信じて頼りにしてきたのです 官民族先民大女子子には天から授かった官民族の使命とその使命を成し遂げるための偉大な道のりが描かれています官民族のアイデンティティとそのルーツを振り返り天の身旨を受け世に希望と平和をもたらすことができるように送ってくださった一人娘にはべって新しい平和の世界を開いていくことのできる希望とビジョンの歌だと 序文に記されていしたがって「漢民族潜民,民大女児誌」は韓国の国民に国家的な誇りとビジョンを提供する重要な資産として 国民全体が理解し受け止めなければならない天皇大いなる贈り物になるだろうとお母様を祝福してくださっています天の父母様が選ばれた遠い族漢民族の祭祀待望思想天孫,天孫文化というものがありますので今日はこの祭祀待望思想天孫文化について考えてみたいと思います アダムの子孫のうちノアの息子であるセムはセム族の祖先ですセムの子孫の移動経路を見ると西方向へ向かったユダヤ民族と東方向へ向かった東位族官民族が形成されています 東アジアに移動したセムの子孫はバイカル地域を経て北満州を経由し韓半島に定住し韓民族となっています彼らが遠い族であり藩士の王朝を形成しそれが古朝戦につながり現在の韓半島の韓民族と大韓民国の始まりを形成したと見ています誠のお父様は 人類歴史のルーツは東偉族であるとおっしゃり韓国史中心の東方文化史が世界人類史の起源であるとおっしゃっています人類の先祖歴史の先祖たる官民族を世界基盤を築く上で天が育ててこられたとおっしゃっています 人類文化史の発展をいかに天の父母様の摂理の発展と結びつけるかが重大な課題だと言われましたが誠のお母様が今回漢民族・先民大女児史を通して私たちの課題を解決してくださったのだと思います誠のお父様は漢氏誕生の地チョンジュはペダル民族 白衣民族漢民族を代表する漢氏本籍地の一つでアジアと世界の人々をつなぎ天と地を合わせた宇宙的な本教であると言われています。チョンジュ・ハン氏は韓国の姓の中で最高の歴史を持つ三冠皇族と呼ばれ数多くの王公と王妃高い格式を持った人望の厚い人物を多く輩出することで天孫民族の 血を清め保存していく上で民族的な次元の母性的役割を担ってきたとお父様が語られています一人娘誠のお母様はそのような歴史的功徳と偉業の基盤の上に天皇父母様の誠の愛と血統に接ぎ木されて 生まれ変わらせる創造本性の宇宙的母体として旧制の薬事を主導しておられるのですまた東大の祝願と念願である韓半島統一と世界平和の大業である新統一韓国新統一世界を必ずや成就させ人類に大きな祝福をもたらす平和の母の道を歩んでおられるのです。 チョンジュ・ハン氏6世の祖、ハン・ガンユン先生の墓所がヨンガン軍、ポプソンポというところに意志しています。皆さんの中でハン氏の方はいらっしゃるでしょうか、はい、ハン・ガンユン先生は高麗時代、 この方の墓地は後世代の人たちによって管理が続けられ非常に歴史的価値があるものですこの藩士チョン・ジュ・は後世に多くの著名人を輩出し ほかに類を見ない血統となっていますチョンジュハン氏の代表の方がお母様にお会いしたいと言って訪ねてきましたハン・ガンユン先生の 祭祀の時にご招待したいというお話でしたのでお伝えすると私に代わりに参加してくるようにというご指示がありましたので代わりに参拝させていただいたことがありましたするとその場に参加した時誠のお母様に必ず伝えてほしいと言われたことがあります小さな 川があるのですが普段は雑草が生え流れている水の量が少ないので放置されたままになっていますがその水の量が増え清くなるたびに藩士のあ藩士の中から偉大な人物が誕生してきました。 誠のお母様が女性連合を創設され、世界的な大会を開催されたとき、その川の水が澄んで、藩士の中から偉大な人物が現れる兆候が現れていたそうです。誠のお母様がこうした世界的な人物として、 たったことに対する証言としてお母様にどうか伝えてほしいと言われ大会のあとお母様にそのようにご報告したことがあります。誠のお父様が天孫民族の血を清め保存する上で民族的な次元の母性的役割を担ってきたとおっしゃったとおり菅氏、はあ、藩氏は藩士は そのような予言を携えた士族だったのです。漢民族には祭祀の儀式があります。漢民族は天の祭祀を行う民族として天を崇拝し平和を愛し歌や踊りを楽しむ文化を持っています。天を崇拝して祭祀を行う宗教儀式。 一年の農作業に感謝する感謝祭の性格を持った部族全体の行事として天の父母様に感謝の祭祀を行い家族や部族が集まって楽しむ祝祭が行われてきました。ののの 神羅の壁とといいうもののが伝伝統的な儀式としててえられています誠の父母様は漢民,民族の文化を世界化させてくださったのが真の父母様がこの漢民族の文化を世界化させてくださったのが爽快音朱足説であり世界万民が共に記念し天の父母様に感謝を捧げる祝祭になるようにしてくださったのです。 ウンジョンの参拝お月見の行事なども統一家の永遠なる文化として位置づけられていくことでしょう漢民族には待望思想という古来からの思想がありました漢民族の歴史にはさまざまな宗教と思想に天の父母様の夢が叶い新しい世の中を待ち望む人類の普遍的な特徴が顕著に現れています 特に新しい世の中を開いてくれる天の大神者が来るという祭臨の待望思想が民族的特徴として現れています仏教の浄土思想の弥勒菩薩ですとか儒教の神義道徳の信心天道教の開脈思想のチェ・スグン先生なども待望思想の から来るもののであありりままた録録や,定観録や魚館輸録のような様々な預言書があります朝鮮時代後期の度重なる戦乱と権力者の腐敗や堕落による混乱した社会状況の中で民族に大きな希望と期待を与えるものでした。神族を通じて天皇父母様の御心が成就されることを待つ根の深い心を 反映していいると思いますインドの姿勢タゴールの詩東方の灯火が予言の完成だと思います。タゴールは3・1独立運動が不発に終わった時に 残した詩がこの東方の灯火というものです希望を失わない民族を讃えた詩として記憶されています天の父母様にはべって生きる生活をしようとした漢民族の文化と伝統には天の父母様に対する至極なる公正と定説の文化が込められており このような価値を生活の中で実践する天孫文化がありましたイギリスの歴史家アーノルド・トインビーは官民族の好の文化を知り知ると涙を流して感動したそうですそしてもし人類が 地球ではない新しい星に移住するならばその時に必ず持っていくべき最初の文化が韓国の高の文化だと絶賛していますそして西洋にもこの高の文化を伝えてほしいと言っています21世紀は韓国が 中心主導国になるだろうと予言し表存が官民族の基本的な精神であり価値であるため経済的に急成長を遂げるだろうと予言していますその予言通りになっています官民族は三公五倫を一番に考え 常に親を敬い尊敬する幸を実践するために努力してきました。有名なシムチョンジョン、チュニャンジョンは天の父母様が掲示したものであるため作者不詳であると言われています。こうした韓国の文化を バレーに取り入れて世界文化に昇華させたことも刑事に他ならないと思いますバレー界でご苦労されているフンスク様に激励の拍手を送りましょうお父様の御言葉にはこのように書かれています 花のような乙女の年頃に自らの体を海に投げ出し年老いた父親の目が見えるようにした皇女シムチョンの「まとの公」こそ父母にはべって暮らす韓国人たちの公の基準です。 また夫との約束を天のように敬い命を差し出すところまで行ったチュニャンのあいせつな愛と瞳操は全ての韓国女性たちの人生の見本となっています。自分を捨てた王と指導者たちの前でも白衣将軍として命をかけて 国家と民族を救ったイースン神将軍の不当不屈の忠誠心こそ官民族の誇りであり気概ですこうした崇高な伝統は偶然に 歴史上に現れた単なる出来事ではなく天がこの民族を準備しその伝統の上にメシアを建てるための希代の摂理だったのですそしてこの官半島の世気を受けて人類の真の父母万王の王が天のる印を受けて権限されるようになったのです」と語られています。 また、地母生成というものも漢民族でなければ決して理解することができない天尊文化です。漢民族が偉大なのは先祖を尊重することです。月よ月よ明るい月よという歌にまあお父様がよく口ずさんだ歌に三ンのの貝破きの家を建てて両家の親と千年万年暮らしたいという 歌詞がががあありますすそののような伝統があるのです親の3年の藻に服すためには自分の衣食住が動物にも劣るような立場で親を山の中に動物が踏み歩くところに埋葬した、まあ、捨てたのですでその親を守って守っていくという意味を込めて3年の藻に服します。山に で草のいよりを立ててそのような環境で親にはべるそうした文化は韓国にしかないのですがその文化がキリスト教が入ってきたことで破壊されました祭祀の儀式を守ることができず韓国のキリスト教徒たちには多くの殉教者が犠牲となったのです。 誠のお父様の孫は以降、誠のお母様は1,095日間、模範の露呈は生まれました。今思えば私たちは、なんと親不孝な子どもたちだったでしょうか。顔を上げられないほどの親不孝者でした。私はこの時間、お父様の御言葉を中心に、最後の締めくくりをしたいと思います。 今皆さんは悲壮な覚悟で新しい出発をしなければならない時が来ました。天運がこの国この民族に望んでいるのは皆さんが優れていて大韓民国が特別だからではありません。天から送られた人類の誠の父母が誠の血統を伝授する摂理をされているからです。愛するシックの皆さん人類歴史の 理の完成である天元宮天一聖殿入封式が196日後に迫ってきました。誠のお母様は期待感を持って準備され与えられる限りの祝福と愛をまず召された祝福家庭にまた天保家庭に与えてくださる特別な恩赦の期間であるため私たちは過去の 親子できなかったことを清算し、絶対信仰の道を行くことを決意する1週間1か月になるよう、誠の父母様によの名によって祝願いたします。お祈りいたします。尊き天の父母様、天智人誠の父母様、天の父母様による 天一聖伝封建となり入軍のその日ビジョン2025を通して入軍式が挙行されれば私たちはアダムとエヴァを想像されたエデンのそののその場に立つということを思う時私たちはその場に立てるほど純白な姿であるのか。 自らの姿を振りり返ってみななければなりませんそのような姿になっていないので、誠のお母様はご自身の最大権限を発揮され、デス,ベリーのデスバレーの声援をくださり、私たちの環境権を浄化され、恩赦を通して心と体を完全に性別し、エデンの園の 堕落前のアダムとエヴァの姿に銃声復活させてくださるための生成の時間を持っておられるのですその恵みと愛を私たちはどのようなものでその愛に応えていくことができるでしょうか。愛なる天の父母様一人娘マコトのお母様はこの時代を平和の世界に導く経験がマコトの父母論天一性画白書漢民族・先民大女児史 だと命されまし真の,の父母論を学び天一生涯を通して真の父母様が歩まれた正しい道を相続し漢民族・先民大女児子,子を通して先民として祝福してくださった内容を後世に伝えていく人生を生きていくという決意と覚悟の時間となるよう祝福してくださらんことを願ってやみません。 愛なる天の父母様、今日も期待感と期待感を持って、天一聖殿入宮を準備しておられる、一人娘、誠のお母様のご健康を切に願う、天職教会となれるよう祝福してください。天一聖殿入宮まで196日となっています。その日は節理の完成 の日日を迎える歴史的な日ですその日私たち祝福家庭はみんな生成と愛でその日を準備しています。あなたが建ててくださった全ての機関企業体が完全に教会と一つとなって準備していけるよう祝福してください。その日を さまざまな環境から準備できない兄弟姉妹たちがいるならば愛の手を差し伸べてくださり私たちと同じ心情で準備していけるようケアしていけるよう心から願ってやみません1週,間1週間1ヶ月を美しく尊く生きて捧げた供え物を祝福してくださらんことを願いながら祝福中心家庭キム・ソクの名によりご報告申し上げます。ア